はい、ということで実況のパート3を始めていきたいと思います。ちょっとボリュームちょっと下げるわ。だからコープスパーティーね、実況するとね、なんかね、マイクの音声とね、このゲームの音声のバランスがなぜか非常に悪くなるんだよね。だから仕方ないから、ちょっとゲーム自体の音量ちょっと全体的に下げるわ。めちゃめちゃ下げる。うっさくない？あ、確認してるんですけど、僕実況した後ね、録画した後。だから毎回なんかマイクの音声とゲームの音声で、マイクの音声負けるんだよね、なぜか。よくわかんないけど。まあ、とりあえずこれでいいかな。さあ、めちゃめちゃ下げました。どうだろうね、これで。じゃあ、コンティニューでやっていきましょう。ロブゲーム。どこまで行ったっけ？どれだ？これかな？チャプター1の途中からですね。なんてことを言ってる間にレースは始まってました。セイコ早い早い。篠原選手、スタートは遅かったはずなのに驚くべき速さで1位に躍り出ました。てかセイコもレースに参加しとるんや。このさ、この幸子のこのこの幸子のなんかこの笑った顔がなんか不気味だよねまるでテレポート能力でもあるかのようです。テレポート、テレポート。私ぶっちぎりだよ、ナオミ。コロエ。こんなとこ走ってんのかよ。頑張れ。応援してくれてくさ。まあ、これは音量でしょうね、きっとね。内臓だし。音量のテンション高くない？ひどい光景。でも今の私はこんなことでくじけたりしない。なぜなら私の心にはナオミへの愛の炎が燃えているから愛の炎。まあ、前回もなんかさ、アズサっていう女キャラとなんか愛し合ってるキャラいなかった。ランだっけ、確かレズキャラ多くない？落とし穴に落ちる。ヤジも気にならない。ナオミの応援しか私には聞こえない。セイコはさらにスピードを上げる。今日という今日は速攻で片付けるよ。そしてナオミと一緒に脱出するの他のメンバー置いてかれていくさ、かわいそうやね。え、今セイコなんて言ったの？私脱出ゲームに参加する。脱出ゲーム危ないよセイコ。さっきの赤い髪の人がどうなったか見たでしょ島田くんですね。完全にかませ犬扱いで草だよな。うん、でもこのまま手をこまねいてても、ううん、このままじゃきナオミだってなんとなく分かってるんでしょ。うん、はっきりとは思い出せない。だからここは私におまく。でも聖子どうしたの？おい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 、やめなさいや一瞬残酷なシーン映すのやめなさいや。聖子の死亡シーン映すのやめなさいや。ビビりやろ。首を吊ってる場面がこのゲーム一応ホラーゲームでもあるんで、ホラーゲーム要素をなくしてるわけじゃないっぽいですね、完全に。うん、ごめんセイコ、気のせいだよね。気のせいじゃないと思う。多分私ここでそうやって死んだんだよね復活したのかセイコは。だったら、だからこそだよナオミ。私それって私の、うん、私とナオミはマブダチだから。親友だから。そう、親友。ナオミにとって私は親友。私にとってはもっと大事な存在だけど。嫁ですね。わかります。親友だから。私ナオミと一緒にここから出たいの。セイコ。他のサトシたち置いてかれてるやん。サトシたち置いてかれるやん。ナオミは持田君との方がいいかもしれませんが。聖子、それは冗談として。そういうわけで篠原聖子、脱出ゲームに出動します。聖子ちょっと待って。止めないでナオミ。うん、もう止めない。でもちょっと待って。ナオミは聖子をギュッと強く抱きしめた。あナオミ、いきなり抱きしめるなんて、みんなも見てるよ。逆さないでよ。私にできる精一杯の激励なんだから。ごめん、
そしてありがとうね、ナオミ。セイコ、私もう止めない。でも絶対無事にゴールしてね。約束だよ。体が軽い。こんな幸せな気持ちで走るなんて初めてかも。もう何も怖くない。ナオミのためにも頑張らなくちゃ。私一人ぼっちじゃないんだから。それはどうかな。お前はピエロかもしれないぞ。ピエロ、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 ピエロ。あ、廊下に穴が開いてて先に進めないみたいだけど、コース間違えたかな。コースとかあるんや。そこのドアが開いてる。警戒するせいか、ゆっくりとドアに近づき、ノブルに手をかけた。なんかパン食い競争。パンとな？パン食い競争だよ、セイコ姉ちゃん。なるほど。廊下を走って各教室の障害をクリアしていくってことか。でもせっかくのところ悪いけど、一気に決めさせてもらうよ。いやこれセイコも死んだ、ちょっと悲しいな。でも行動のテレビに映る聖子の勇姿を心配げに見つめるナオミ。つかなんか着替えとるし。だから嫌な予感はどんどん浮かぶ。聖子、頑張って。何やこの体操着みたいな格好は。ドリアー！ウリアー！はい！つか聖子ってこんな巨乳キャラやったっけ。こんな巨乳キャラやったっけ。パン食い競争、これもしかしてパンの方が食ってくるんじゃないの。え、パン食い競争、怖っ。サチコがすげえなんか悪そうな顔してんだけど。嫌な予感、あ、嫌な直感。ナオミはハッとしてサチコに向き直る。ナオミは気づいたみたいね。でもセイコにはもう聞こえないよ。向こうへの音声切っちゃったからね。まあサチコちゃんったら残酷。えへ。他の人の分も食っとるやんけ。とどめよ、ペロフィナーレ。ペロフィナーレ、究極直撃。これも なんかの作品のオマージュというか、なんですかね。成功。おお、なんかこれ選択肢できた。成功。そのパンはダメ。ナオミ、え、聞こえた。ナオミの思いが通じたのか。ジャンプするのを思いとど、ね、とどまるセイコ。おい、パンの化け物。逆にパンの方が食ってくるっていう感じ。パンが襲ってくるとは。ここはパンの惑星。なんでふざけてる場合じゃないか。いや、ずいぶんなんか可愛らしいパンだな。ハロウィン見てたら。パンを避けて走り出すセイコ。確かに聞こえたよ、ナオミの声。ナオミが私を心配する声聞こえたよ。ナオミが私を助けてくれたんだよ。え、嘘。え、倒れた。あ、死んだ。ポロリ来た。何ポロリって。来た。ポロリ、ポロリ、ポロリ、ポロリ。何ポロリって。まさか首が落ちたとか言わねえだろうな。死んだっぽいねこれ。あ、死んだ。残酷なゲーム。結局残酷なゲームだった。無理にでも止めるんだった。こうなるって分かってたんだから。いや、さっき止めたんだけどな。ごめんね聖子。私が。中島さん、あなたのせいじゃないわ。いいえ、私のせいなんです。聖子が助からないのは。聖子、ごめん、ごめんね中島さん。いいえ、あなたのせいじゃないわ。教師である私がもっと用心してみんなを守ってあげられなかったから。確かこのゆい先生の声優あれなんだよね、沢城みゆき先生だったかな確か。あ、さ
築ファクトを解除するの忘れてた。確定運命、そんなあるのかよ。それじゃあ聖子は絶対死んじゃうよね。あらあら、さちこちゃんたらうっかりさん。なんかアイコもなんか悪役っぽいポジションになってるぞ。コツン。うっかりさんで済むレベルじゃないでしょ。パン食い競争の次は黒崎だ。次普通の廊下ってわけないよな。黒崎もパン食い競争やったんかな。なんだよこの長い木の板、なんかの漫画でこんなの見たぞ。黒崎は廊下に開いている巨大な穴の中を覗き込む。それにしてもなんて高さだよ。暗くて下よく見えねえし、これは落ちたら死ぬかもな。これあれか、本編で死んだキャラクターは多分みんな死ぬんだろうな、これきっと。まあ、黒崎とかも死にましたからね。もしかして絶対死ぬだろこれ。見えないトラップが仕掛けてあるとか。何してるの黒崎。何って、こんな場所いかにもトラップが仕掛けてありそうだし、よく見てから渡らないと危ないだろ。それで何か分かったの。それがさっぱり。だったら考えるだけ無駄じゃない。かわいい水木、かわいいよな。水木じゃなくて三月やったから。それはそうかな。ほらさっさと行くわよ。三月はさっさと、じゃあさっと木板に乗る。三月さん、細いけど思ったより頑丈みたい。大丈夫、焦らなければ十分渡れるよ。今は大丈夫でも先に行くほど細暗くていい。某漫画ではそうなってたんだよ。某漫画だとしても渡るしかないでしょ。某漫画ってだな。お前が続かないのなら次は俺が行かせてもらう。ふくろいてめえ。なんかもうレースなのに普通に協力しちゃってるよね。用心するに越したことはないが心配の。ああそれからお前が渡るときは少し距離を空けてくれよ。分かってるっての。とは言ったものの、黒崎は幸子が何か。そりゃそうだよ。でもここに対しては幸子は何もしないよ。え、マジで。うん、信じる信じないは黒崎次第だけど、信じた方がいいと思うな。幸子は何もしない。じゃあ何かが何かするのかな。幸子ちゃんには約束を守らないといけない理由なんてないものね。そうだよ、黒崎なんかプチッとやってるんだから。扱いがひどくてくさ。選択肢出てくんな。そうだな、確かに疑っても意味ないよな。あ、なんか一応今作もなんかエンディング1種類あるらしいですね。多分ロングエンドもあんのかな。それに三月さんも言ってたけど、考えてもわからないなら進むしかないよな。キータに乗って歩き始める黒崎。靴の真ん中を石、これなら渡れそうだな。うわっておい、知らぬ間に柳堀義和がハンマーを持って聞いたのところまでやってきてるのに気づいた黒崎。これっていきなり行くとまだビビるな。あの、もしかしてその、うなんか金槌みたいな音響いたな。柳堀義和は一層強いかハンマーで聞いたを連打する。ちょっと待て、落ちるっての。何もしないって言ったじゃないか。うん、言ったよ。サチコは何もしないって。でもデクノボーが何もしないとは言ってないでしょ。絶対そのパターンだと思った。小学生かよって、本当に小学生だったっけ。落ちるって。本当に小学生ですね。このハンマー、ただ叩いてるだけじゃない。黒崎強振だ。キータの固有振動数に合わせて強打することで、衝突で伝わるエネルギーがさらなる振動を生んでるんだ。強振。このままじゃいつか落ちる。その時黒崎の脳裏に電流が走る。誰のナレーションの声だ。杉田さんかな。これなんだっけ、このフレーズなんかのジョジョだっけ、なんだっけ、なんかあったよね。まさに悪魔的ひらめき。悪魔的ひらめき。この状況を出す。カイジか。たった一つのアイデア。カイジだなこれ多分。ギブアップ、ギブアップだ幸子。
ギブアップ、ギブアップ。ギブアップだって言ってるだろ。もう諦める。だから叩くのはもうやめてくれ。うわうわうわ。あ、刻みだ。その時黒崎の背後にスッと現れる一つの影。何がギブアップだ。そんなものが認められるとでも思っていたのか。刻み、これ刻みに蹴られて落とされんじゃねえの。すまん黒崎。影は無情にも黒崎に蹴りを繰り出す。マジで蹴られて落とされるやつ。激しく吹き飛んだ黒崎はそのままキータから落下する。これ本編と同じ死に方やんけ。刻み、なんでお前が。すげえ、なんかちゃんと表現されてる。落っこしてくる時の声が刻み。本編だと「キザミ!」って言ってましたからね。キザミだった。見苦しい仲間に対する怒り。仲間、仲間だと俺。ふんふん、悪者になっとるやんけ。キザミ早くも本性を表した。キザミ君、あなた今何をしたの。見ていたのならわかるだろう。蹴り落としたんだよ、黒崎を。この人殺し。人殺し、それはちょっと違うな。まあ、美月もね、キザミのこと好きだったけどね、さっきまではね、ユイヤって呼んでたのに黒崎、あ、違う、キザミくんって名前変わってますね、呼び名が。何が違うって言うのよ。落ちないように頑張ってる黒崎を、あなたは蹴り落としたじゃないのよ。落ちないように頑張ってる黒崎。なんか地面でくさ。黒崎はもう失格だった。つまりいずれにしても。それを世間では人殺しって言うのよ。山本、山本、なんでこんな簡単なことがわからないんだ。逆に理解に苦しむ。あ、美月の上の名前、名字って山本やったか。山本美月ってさ、これさ、実在するよね。実在しますよね。モデルさんいますよね。まあでも、実在するモデルの山本美月さんは、あの、まあ、漢字同じやけど、あの、美月じゃなくて美月なんだよね。濁点入ってるから。その違いがある。白檀のみんなを助けるレースに参加しないだけならともかく、どうして黒崎を。友達。少なくとも黒崎は、あなたのこと友達だって思ってた。あいつは不器用だけど悪いやつじゃない。俺は黒崎が思っているような人間じゃない。ええ、そうね。こんなやつだって分かってたら黒崎だって。なんか急にシリアスな展開だったんだけど。美月、落ち着け。落ち着け。袋井、あんた本気で言ってるの。分かってる、俺だってこの目で見たんだからな。袋井の方が状況。刻み、一つ聞いておきたい。なぜね。シンプル。それいいだろう。お前たちにも分かりやすい姿となって追い落としてやろう。分かりやすい姿。刻みの腰に変身できそうなビルトが巻かれる。おもむろにスイッチを入れると、電子的な機械構成音が鳴り響き始める。何に変身すんだよ。スイッチオン。ワン、ツー、スリー、4、5、6、7、8、9、10、11、12。カウント長すぎじゃないか、さすがに。確かに。さあ、何かある。そう焦るなよ、袋井。というか、数字が増えてるじゃないか。何に変身すんだよ。国家すんのかな。え、刻み君の体に真っ黒いもやもやが絡まってる。あ、国家してるってそういうオチ。彼の身に何が起きてるの。多分国家してるってそういうオチなんでしょうね、きっとね。国家だ。やっぱりな、国家。あ、国家ね。国家。サテナイ40。いつまで数えてんだ。変身。おーし、人体模型。人体模型きたー。シリアス展開から急にまたギャグ展開になってきたぞ。
人体模型だと、まあ、人体模型はコープスパーティーシリーズにおいて殺しまくったからなみんなを優しくなかったし、変身つうか今かぶり物かぶったよね。見てたよ。何その気持ち悪いの、理科室の標本めっちゃ辛辣なことされてると山本、死にたくなんかないわよ。だが殺す、だが殺す、リミットブレイク、リミットブレイク模型結果見つけ人体模型は袋に激突し押し出した。あまた落っこちんの。美月、お前だけは、お前だけは生き残ってくれ。え、袋い美月、お、すげえ、これもちゃんと落っこちるような感じになってる。延々と落下する袋へ、やがてその姿は闇に飲まれて見えなくなった。いや、音がなんか変な音になってる。袋いのやつ、くだらない邪魔をしやがって。おかげであっさ…サミ君、あんた何なのよ。え、これまで一緒に過ごしてきた仲間を、命の重さを何だと思ってるの。お前も…お…はぁ、まあいい。お前のさっきの…あんた、それでも人間なの。さあ、どうだろうな。だから…俺は、すべてのものに対し…ああ、そうか、そうだな。お前には熱い抱擁をくれてやるよ。もっとも。おお、ここに来て燃え出した。自ら火をつけて炎上する人体模型。これが俺のファイアーステイツってやつさ。ファイアーステイツ。まあ本編で抱きつかれたのはヨシキでしたね。熱いぜ、熱いぜ、熱くて死ぬぜ。うわ、熱い、熱いよ。山本、お前にもすぐにこの熱さを分けてやるからな。ヒーフー、ヒーフー。冗談じゃないわよ。あんたなんか勝手に燃えて死んじゃえ。ミツキ、人体模型に蹴りを放つが、あっさりと腕に抱えられる。なかなか癖の悪い足だな、山。しかもいきなりのミドルキック。いいセンスだ。だが、いかんせん腰が入ってなかったな。おっと、こわ。あら、お前も落ちろ。な、どうせ助からないなら、あんたも道連れにしてやる。バカな、こいつ男らしすぎる男らしすぎる。悪かったわね、男らしくて。お前も落ちろ。もみ合った二人はそのままバランスを崩し落下する。侮っていた、この女の爆発力。人間の中にこれほど思い切れる女がいたとは。あんたに褒められても嬉しくないわよ。どうせ死ぬならせめて黒崎と袋井の敵は撃ちたかっただけよ。マジで男らしいマジで男らしい。己の命よりも仲間を思う気持ちが勝るとは、人間とはわからないものだな。やかましいわ。私だってわからないよ。でもわからないからわかりたいって思うんでしょ。ふっ落っこしただけの音でなんか笑うよね。それじゃ扉を開けるわよ。あ、あ、そうなった、うん、まあ、いや、このままアジサイ編もちょっと、まあ、気になるんですけど、とりあえず今回はキーがいいのでここまでしようかなと思います。いや、杉田さんのね、熱演ぶりというか気合の入りようがすごいですねまあ、いや、今回はここまでします。ご視聴ありがとうございました。